ルイの大好きなフラミンゴ。え、もっと欲しい？これあるじゃん、ルイもらったじゃん、生まれた時。ルイくん、一気に子供になる。もうそろそろ人形が何楽しさが分かる時期かもね。今さ、ビリエとかどうだろうって思うんだけど。じゃあこれ買う？これと、じゃあもう一個買って。これ夜中さ、トイストーリーみたいにさ、みんな動き出したら気持ち悪そう。やだおはよう、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 おはよう。じゃあ持ってて。え？そういうタイプ。ルイにさ、フラミンゴいっぱい持たして。はい、行きましょう。2個抱きしめてる。かわいい。この口かわいい。口かわいい。絵本とかあんだ、イケア。ねえ。いいね、いいね。しかもさ、ぬいぐるみもさ、めっちゃいない？ハートいるよ、ハート。え？あ、これ顔ないの？めっちゃ顔ありそうな感じかと思ったら。いや、でも全然興味津々じゃない。本を買おうとしている。どれにすんの？なんか本をいっぱい読ました。ルイこれ好きだね、ずっと抱きしめてる。本 3冊セットっていうの。え、これいいじゃん。うん、これ買おう。うん、違う？どれがいいの？ルイこれがいいの、やっぱり。さあ、どれを選ぶ？やっぱり。おお、フラミンゴがギューって出し切る、抱きしめてる。かわいいね。これお友達？ルイの、ルイの初めてのお友達ができました。ぎゅーして、ぎゅーしてて。そう、あ、本当にいる？やだよ、ママ買っても遊ばないんだったら。いるの？いる？バイバイしていい？いらないって。バイバイ。いらないってやった。バイバイ、ね、いいの？今日これ買いに来たんじゃないの？いらないの？いらない。何その顔。睨んでる。ルイ君料理できんの？あ、なんかある。ここに入れて、ここ入れれる？お、ちゃんとお皿洗えるよ。あ、閉めた。そんなのあんの？でかい。まだ大きい。ルイ、あー、取っちゃった。ルイズキッチン。ルイこれ、はい。ルイ君、はい、しまえる？お、お、お、しまった。ずっとやってそう、これね、ここしか押さなそう。これいいね。でさ、もっとさ、お皿とかさ、ここに置いてあげて、こういうのとかもいいじゃん。めっちゃリアルじゃん。ね、これ一個一個さ、マジで使えそうじゃん。使えるよっていうか。ね。じゃあ言っとくよ。はい、このおどおど感が。ルイの大好きな絵本ね、これ大好きだよね。ガン。全然笑ってないね。お前な、お前やめろや。ガン。うわ、ガワワ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 ね、確かにめっちゃ眠そう。お腹痛い。お腹痛い。じゃあそろそろ帰ろうか。やばい、生まれるかも。はい、帰んなきゃ。だって歩きなさいって言われたからさ。ルイめっちゃ寝てる。ずっとお店で選んでたんだけど、なんかちょっと怪しいから、選んでたもの全部お店の人に返して、何も買わないで今から帰る。めっちゃやばい、来た意味。股関節
がいきなりめっちゃ痛くなって危ない。なのでちょっと不安なので帰ります。せっかくあんな選んだのに。ねえ、すっごい頑張って選んだのに。でも多分買ってたら絶対危なかったね。なんかまあ平気だとしても普通に不安だから。あーどうしよう、ドキドキしてきた。これで今日生まれたらどうしよう、めっちゃワクワクするなので帰ります。だいぶ痛ね。でも先生に歩きなさいって言われたから、それで少しを今日で少し降りてきてくれたかな。ちょっと不安。はい、帰ります。こんばんは。あなたはマナ、なんか寝たら、うん、帰り道に寝ちゃったらなんか全然平気になっちゃった。平気になった、余裕。まあということで今日は今からマナのママが大絶賛してたモアナだっけ。そう、どうなんだろうね。ね、マナママはいいっつってたけど、でも8時50分からあと1時間ぐらいあるね。まあそういうことでちょっと見に行ってきなって言われたので、ルイ君は預けて2人でたまには遊んできなって言われたから、お言葉に甘えて遊びに行ってきます。でも本当に映画とか見に行かないからさ。ね、本当行かないよね。マジで行かないね。なんだっけ、前はミニオンと、あー行ったね、俺が途中で寝たやつと、メイズランナー、うん、あともう一個行った、あ、マレフィセント、そう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 、それマルフィセントとミニオン寝たわ俺。寝るのだからやだいや俺面白くないとね寝ちゃうんだよね。でまあだから、うん、マルフィセント、ミニオン、ミズランナー、モアナ、うん、でまだ4回、やっと4回目。ポップコーン食べる、うん食べる、ポップコーンも食べに行く。なんかね特等席とかねあるらしいんだけど、なんかこの時間帯はなんかないみたいだったから。でももうそんなに人いないんじゃない、まだ夕方ちょうど過ぎだけど、うん、まあいいや、とりあえず行ってきます。はい、見てこのすっかすか誰も泊まってない。映画館多分俺たち貸し切りなんじゃね。最悪生まれても映画館で産む。はい、とにかく、うん、もう歩かなきゃいけないから、うん、ちょっと散歩しようかな。だね、なんかルイがいないの、なんか悲しい、寂しい。ルイがいない。行ってきます。今ゲームセンターに来てんだけど、何しに来たの。なんかあるかなと思って。プリクラあるよ、プリクラ。久々に撮る、プリクラ。うん、ええだって。もうさ、どれがさのかとかは全然わかんない、ね、みんなおすすめの機種とかわかる。多分これ見ててさ、あ、これが漏れるとか思ってる人も多そう。あ、これにしよう。え、なにこんなのあんの今、照明プリ。いや全然ない、全然ない俺たちさ、電車使わなすぎても全然入ってない。ルイになるのかな。しっかり前を向いてる。Oh!
気持ち。な誰これ。全然ルイでもなんでもないんだけど。やばいね、全然違う人ができなかったね。めっちゃツボってるし。昭和小僧みたいなやつ。やばし。積もりすぎてやばいんだけど。何でもいい。あ、分かんなかった。どれ？分かった。激闘。何でもいいよ。あ、これやばい。あ、もう取るのみたいな顔してるんだけど。何これ、ハニーちゃんとダーリンくん、やばい、ほっぺたがめっちゃ疲れる。これマジ危なかったんだけど。いやでもよかった、これ落ちなくて。はい、プリクラの後いきなり家に着いちゃったけど、あの後まさかの容量パンパンで何も撮れなくなっちゃって、うん、今日はここまでです。で、あの後モアナ見に行ったけど、なんかディズニー映画ってあんまって感じだったんだけど、正直。でもモアナは普通に面白かった。見ようと思ってる人がいたらぜひ見てください。ってことで、今日も動画最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録とコメント、面白かったら高評価してってください。じゃあ、バイバイ。